まあ、動画残るからいいですね。今までの動画を、カテゴリー別で、スマッシュプードルチャンネルで YouTube で見れるようになりました、非常に見やすくカテゴリー別に分けるのと、先日のミケとの、コラボでやった分に関しては日本語での字幕を入れてもらってますので非常に分かりやすくなっていると思います。今日はやっとなんとかコンタクト取れて、日通の方からの代引きの方も、伝票さえくれば、伝票っていうかあの送り状さえくればうちの方から出せるようになりました。でマスターの方は、もう連絡しましたすでに。でとりあえずの、分をオーダーして、皆さんからいっぱいあのお問い合わせあった分やっとなんとかなりました。台湾の方はもう読書も始まって、今週からかな、来週ですね、来週から読書が始まります。行きたいなとは思ったんだけど日本人がまず台湾に入れないし、新しいシステムとしてはマスクをするとか、アメリカもそうですけどマスクして手袋をするとか、ジャッジの方が、出勤者の方も何かしら規制はかかると思いますが、そうやって始まってくればいいなと思います。現在あるのが、これもオーダーしました。これはちょっと少なめですけど、ただ普通にペットで飼ってる人だったらこれもあったらいいかなと思うし、ショップだったら両方あるといいなと思います。前に使ったスリッカー、簡単に落としたり普段使ったりするのにブローというか手入れの方で使うにはちょっと楽かなと思います。もつれないし、ショップで毛玉の粉来たら非常に、楽です。これがもう在庫が25個しかなくて、とりあえず全部オーダーしました。あと、このコームですね、2段のやつ、まあ、もつれがひどいことか、あと毛量多いことか、なかなかコーム難しい、丁寧に入れるの難しいとか、普通の人が使うには結構楽かもしれません。逆にあとピンブラシ、この2種類ね、新しい色のこんなピンクとゴールド、金ゴールドですね、これを、とりあえずオーダーしました。で、来週の水曜日ぐらいに向こうから発送してくれるので、日本に着くのは多分月末超えちゃって6月になるかもしれませんね。届き次第すぐに皆さんにはご報告するようにします。ちょっと数限られてるものもありますから、これも、このコーンも総数もこれが最後で、この色とこのサイズしかないんですけど、まああと残り少ないのかな、とりあえず50はうちは取りましたけど、そんな感じです。ピンブラシは結構在庫あるみたいですけど、とりあえずの分をオーダーしてみました。まだ販売とかで一切ないので、始まったらあのインスタグラムの方にうちの方から載せたいと思います。まあこれはまず一つはこんな感じですね。これご紹介だけ先にしておきます。あ、それで金額ですけども、輸入の代金がまだ決まってないのであれですが、コームは前のは、レインボーカラーで焼き付けしてあるやつは、8000円だと消費税だったんですが、これは少し安いと思います。でピンブラシが、グリーンの定価が4000円ぐらいになっちゃうのではずなんです。でもうピンブラシがそのくらいなんですが、ただあと送料がちょっとわからないので、なんとも大体その近辺です。でスイカブラシがあのネットで5000円とか出てるんですが、あれは、台の方で多分3000円ぐらいで、小の方で2000円ぐらいだと思います。台のダブルの方で大体金額その辺だと思います。あとそれに消費税とか送料とかその辺額は割るって感じですね。国内の送料と向こうからの送料はちょっと割ってみないとわからないのでっていう感じです。ですから
なんかネットの、あの金額めちゃくちゃ高いですけど、そんなことはする気はないと思います。やっとうちのもね、読書は全然まだありませんが、自粛がまあ一応この辺は解除されて、富士市のはゼロなのでずっと解除されました。でまだ他県からねの移動、他県からの移動はもうよほどでない限りお控えくださいという状況になってます。だからよほどが各自がどの方どのような取り方をするかのにかかっが別だとかかってると思いますが、うちの方ももう指導もしないといけないと、読書はないですが、イギリスから去年5匹迎えた新しい血液のラインの子、とりあえずこれだと僕ら海外に行くことも向こうから日本に来ることも非常に難しいので、今韓国で提供してもらってますが、もうとっくに終わってますよ、その期間が。で男の子だけ、日本に迎えることにしました。先にでこの21日に、成田に、羽田の便が今韓国からないので、成田の便となりますので、成田に入って、犬だけ迎えに行くように、男の子2人だけ迎えに行くようになりました。ですからうちで今後ブラックを繁殖するのにやっと、新しい、また新しいラインが一つ、うちに加わることになります。まあ新しいといっても一本だけは昔にうちで送ったスマッシュ JP スーパーマンってイギリスに送った子がいるんですが、その子が入っていたりもしますし、この新しい血液はイギリスで僕が気に入った1匹のオスがいます。でその子はイギリスでトップサイヤーになりました。その子はどうしても欲しかったんですが、来ずにその子の息子たち、息子娘が、日本に来ることになりました。で娘の一人は、イギリスチャンピオンです。これは僕の、何人かいる師匠、先生のイギリスにいる先生たちの中の一人のロジャー・バイスが、生前チャンピオンにして残していった子で、それを全部うちで継承させていただけることになったので、ぜひ、新しいラインとして加えていきたいなと。でお母さんのラインも非常に、僕の好きな、もともと好きなラインで、うちの、サマセットとか今のケイ君とか刀とかその辺のお父さんですね、サマセット、それもロジャー・バイリスのところから来た子です。昔にクラッカーっていう1匹のメスがイギリスチャンピオンがいて、すごい小さいけどもパワフルな動きでものすごいショーマンシップがあって、どうしてもそれの子が欲しいって一回もずっと子供取らないでいて、イギリスの最後6歳まで、7歳はなったらダメなのかな、だから7歳まで以前の中で取らなきゃ、結構繁殖は7歳以内以下でっていうことになってますから、その中で最後の繁殖でたった一腹オスが3頭できて、そのうちの2頭をボンが連れてきて、サマセ、ウィンザーとサマセとってこの2人を連れてきて、1匹はキャッシュっていう子はイギリスに残してきてという状況が、その何年か前、その前にも、やはり3匹男の子を産まれた時に2匹連れてきてます。そのクラッカーのラインを継承してる子たちなので、まあ馴染みもあるんですけど、完全なアウトではなく、いいラインブリードでいけるんじゃないかなと思っております。女の子たちはこの男の子を迎えた後、日本と韓国とか海外とのこの行き来がどうなるかを様子見て、またダメであれば別で送っていただこうかなと思っています。まあ、非常に韓国のジュニとかキルジェとかみんなすごい協力してくれて、日本の難しいこの検疫をクリアしたり、繁殖に関しても、僕らが後輩に行けない国に
のところなかなか日本から後輩に行くって難しかったり、向こうから来るのも難しい、冷凍請求を取っとくとかいろんなことが日本の中で難しい中、韓国の方が進んでるので、ロシアにも後輩行ってもらったりして新しい別のブラックのラインも作ってくれてます。その中で今回生まれてる、この男の子も、半年検疫して半年したらこっちに来るし、さくらももう最後のお産を、韓国でして、老後は向こうで迎えるという形を取れるようになりますなったり、いろいろ、まあ、僕たちには非常にこういう繁殖のブリーディングプランとしてはいい状況がすごい続いております。まあ、ここでもそうですね、今粒が産んで、LA それとマジコってこの最近の中でトップクラスの女の子たちが今お産をしてくれていて、イギリスではもう亡くなってしまった一つのラインが、ここでは継承されています。いずれかは僕はイギリスにこのラインを戻したいと思っています。エイデン・ネバーソナイスはもうほとんどのイギリスの犬に入っている大重要なラインですが、そのネバーソナイスを、多分最後の頃にうちがかけていただいてできた子が女の子2人、1人日本に迎えて1人イギリスに残して、その迎えたのの子供、この子供がマイキーだ、マイキーとハッピーで、ハッピーの方は僕はイギリスのエーデンの店主の元に戻しました。あの、まあ、もう一番近、この最近の中で一番近い、あのネバーソナイスに一番近い血液で、孫っていうのはもういないだろうから、あなたは持った方がいいと思うよって一匹渡してきました。うちにマイ、あのうちの方にはマイキーは残ってます。で、イギリスに残したそのエイデン・ネバーソナイスの娘に、もうずっともう最初の頃からお世話になっているテレマさん、もう92歳ですけど、が作ったドーラっていうのがプラストで、あ、リオビートってものすごい綺麗な子でした。それの弟がトルネード、どうしてもそれをかけたくて、いたらかけてくれて、できた子が女の子やっぱり2人、男の子1人、女の子2人のうちのブラウンはマリアンが持ってクラフトで B.O.B.、胴体のマジソンはうちに連れてきて7年間子供取れずに初めて産んだのがマジコで、その次は稽古、それは金塚さんが協力してくれて、その子供たちが今ここで、そのこの前生まれたのが男の子1人女の子1人、今回は女の子の2人、男の子の1人かな。今哺乳室の最中ですが、本当に亡くなるんではないか、もう亡くなっちゃうんじゃないこのラインって言ってたのが継承されました。なかなか繁殖に難しいラインだったりもしたんですが、ここで一つ残すことができて、これもまた、マリアンさんにもし女の子だったら、一つ連れてくるかもしれないって言ったのでお返しできるんじゃないかなと思います。まあ、このようには難しい話をね、しても難、あれなんですが、ただそのように一つ一つこう計画されて作られている子たちっていうのは、何かの目的を持たれて、生まれてくる時からのこそこに僕らないし繁殖した人にがの自分が残したいと思って作っている子犬たちなんですね。それとまた別として生まれたその日からネットに載って何月何日に生まれましたとか生まれる予定がありますって売られてしまう子っていうのは、僕らからすると不思議なのは、生まれる前からもう売ってしまう予定の繁殖であれば作らなければいいのに思うんですが、自分が残したくない、まあ全部が残せるわけではないし、全部が残せるには生まれてくるわけではないんですが、産ませるためにする作業が残さないための作業なのか、自分が残したいと思ってする作業なのかっていうのはこんなに大きな差があると思います。その辺をもし今後こういうのを迎えたり、ブリーディングするしようとか思った人たちはそれを一つ考えていただきたいなと思います。
今日は、ここちょっとずっ、うちも、まあ、そこの静岡が解禁になったのもあって、電話いただいているのが、カットをお願いしたいんですけど、ペットカットですね。うちの方は、この時間は、自分の犬に手をかけるのに非常に満喫して、一日中自分の犬に手をかけて、お産から子育てから手入れから練習から一日中かけてすごい楽、これはこれで今までこんな時間を過ごしたことないので非常に楽しんでやってます。まあ読書、来る読書を、見据えて楽しんで毎日過ごしてます。その中で電話いただいた人にカットお願いしたいんですけどっていろいろ詳しく聞いてると、どうも、これ聞いてペット飼ってやってもらおうって思ったみたいですが、それは今まで行ってたお店があったりしたら行っていただければいいと思います。うちで新規に何かを受けようとは、うちでやる分は、うちを引退して、ショーを引退した子だとか、うちから渡した子犬の中で、うちでやらなければいけない、もしくは やるって決めた子たちのみで、これ読書が始まったら、今やってることができるとは限らない、時間がないと思いますので、今から何かを受けるということはちょっと難しいかと思います。ただそういうね、連絡をいただくのは非常に嬉しいのと、連絡を取りながらいろんな知り合いのショップを見たり、話を聞いたりしてるんですが、これからグルーミングに行く場合、まあ、猫同士の感染があるっていうのはつい最近言われて、まあ、犬同士も犬が感染したっていうのは香港に前にありましたが、グルーミングをお願いする側、受ける側、これも一つのやり方がもう変わってきてると思います。変わってこなければおかしいと思います。逆に、今までは例えばグルーミングを受ける場合、そのまま連れて行って、今日明日やってもらうからいいよって連れて行って、お店の方で、グルーミング分かりましたって、今の状況ですからお店に入らないでください、駐車場で待ってください、順番が来たら、ゲージは預かりません、リードで預かります、預かって、そのまま作業をしていくんですが、真っ先に始めるのが通常にブラッシングから始めて洗うと思うんですが、これを、先から洗わなければいけないと思います。これブラシするとまず全部飛びます、で周りに広がりますから、ここはもう真っ先にその時点で、バスタブに連れて行って洗うと、洗い流すとか洗濯するっていうことで菌落ちると言われてます。その落ちた菌はどうも下水に行って、下水を調べるとどのくらいの感染があるかが分かるぐらいだと言ってますけども、まずは洗いから入らなきゃいけないんじゃないかなと思います。お店の中にそこに置くとかいうんじゃなくて、まずはバスタブにいきなり連れて行って洗う、洗って、乾かしながら毛玉をほどくとかいう作業に変わるようなグルーミングをしなければいけないし、持ってコーナーも連れて行く前に家でブラッシングをしていく必要があると思います。ですから明日はそれを、1年を通してやっていきたいと思います。それに シャンプーから先になります。お店の方で受ける仕事としてはシャンプーから先になります。ですからオーナーさんは毛玉のまま、まあ洗われる、もし毛玉のまま持ってきたこのまま洗いますっていう了承は取らなきゃいけないと思う。先にクリッパーを入れちゃうとか、今まで作業してましたけど、そういう一切合切、それやったもの全部洗わなきゃいけないし、落ちたコートも全部殺菌するって不可能なので、例えばこれからエアコンをかけるとフィルター見れば分かるんですけど、ものすごい毛が入ってます。だから完全にっていうのはまず無理なので、真っ先に洗うことが必要になると思います。ですから、洗っていただくための先の手入れっていうのも必要になります。明日はお店側の受け方の、講習を一つやりたいと思います。今日は連れていく、ま、今日、じゃあ一回区切って明日全部にしましょうかね。明日全部に連れていく前のオーナーの作業、今度はお店が受け、それを受け取る前、受け取る側の作業っていうのは明日、昼のうちに、そういうのせ、その講習の内容っていうのをやりたいと思います。コロナ対策において、グルーミングのその最初のやり方、やる順番が大きくこれ変わるっていうのがまず一つ、もう一つはお店の中の形状ですね。
今まで商品たくさん並べてました。この前もちょっと行ったんですが、別に並べてるのも悪いじゃないですか。欲しいお客さんたくさんいるので、フードも並んでる、リボン並んでる、服も並んでる、いろんなサプリメント、いろんなものが並んでる、お店で売ってます。今ショップの中で商品ってなかなか売れなくなったっていう中で、売れてるお店もたくさんあります。ただ並べてる商品全部まずそう拭き取り作業しなきゃいけないし、もし並べてると毎日1回次亜塩素酸とかけて拭かなきゃいけない。だからビニール加工ないし、何か一重外に巻いてお渡しするときは破いて渡すような形を取らなきゃいけない。非常に大変です。買ったオーナーさんも、買ってきたら神経質な方は全部スーパーなんかもでもそうですが、こうラッピングしてあります。それを全部次亜塩素酸なりアルコールかけて1回拭き取ってから使うと。そのような、人たくさんいます。僕も実際、まああんまり気に、なんかこう人がいっぱい触ってそうだなっていうのはなんとなく嫌だから、やっぱパンとか買ってきても一応パン屋さんで買ったパンってそんなにまあ触ってないと思うし、そのままになってるから、まあ、詰めてくれてそれでいいですけど、売ってるパンを買わなきゃいけなかった時は軽くかけて袋拭いてうちに置くとか、そのような作業をしてます。まあ野菜なんかも隣とか近所で買う分には知り合いのところで取れてそれを買ってくるからいいけども、やっぱり袋詰めになってるのって見てたらこうやっぱ見てどれがいいかこう選んで買うじゃないですか。だからそういうのもあるし、一応軽く袋から出してスプレーして全部拭いてからしまうってことしてます。だからオーナーさんたちもその作業を多分お店で買ったらしてる人何人もいるかと思います。でもそれを省くために店頭をまず今一度、整理してみてください。まあオーナーさんであるで知ってるお店があればそれもアドバイスしてあげてください。ドッグフード売れ、売る分売れ、まだその在庫分ずっと並べてたり、服も服なんないし何なりもそのまま並べたりするの全部袋かけなきゃまずいけないです。一個一個に袋をかけるの大変だと思ったら全体かけてもいいですし、まずそれが必要です。それと必要なもの、売れるもの以外はしまっておく。段ボール詰めでもいいです。ボックスに入れてもいいです。見本となるものが一つ出ていて、これが欲しいですって言ったら箱から出してきて、箱から持ってきて、こっからちょっとサービス悪いようですけども取って渡すんでなく箱を開けてここから一つお取りくださいって言った方が今は逆に親切。前だったら、はい、在庫があります、はい、ここから取ってなんて言ったら失礼なんですが、これからは、見本がまずいいから、それ見本だから触らないでください、同じものこの箱まだあります、在庫でこれにあります、開けますから一つお取りください、オーナーさんに1個だけ取ってもらう、これが一番接触が全くないので、向こうメーカーから送ってきたものそのまま箱開けてお渡しするわけですからないので、まだ一番逆に新しいいサービスじゃないかと思います。ですから商品全部、陳列してる棚、見本以外は全部片付けて一度軽く拭いて消毒して箱詰めする、そのような作業をして隅に置いといて名前を書いといて言われたものから箱を開けてお渡しするという方が断然今の場合は親切です。その店の中かなり空間できてくると思います。密になって商品並んでるところのコーナーって結構密になってますから、やっぱり一棚どいただけでスペースが生まれてきます。でトリミング室も、もしいっぱいであれば店頭の方に出てきて仕上げだけなら店頭の方に出てきてもいいしっていう作業ができると思います。うちの場合は全部この前もお見せしましたがスクリーンで、一つ一つテーブル区分けしました。だけどやっぱりこれって全部のお店難しいと思いますので、そのような作業を今後取った方が、親切だと思います。今日はそれですね、ちょっと、ショップ関係の人たちと話をしていて、僕の方が、どこのお店行っても、まあ、商品置いてあったりするんですけど、あれ置いといたら買う方側としては
僕らこう普通に買い物行ったって買う方側としてはなんとなく前の方を取るの嫌だし、買ってきたもの全部、殺菌消毒したいなと思うくらいなんですが、多分お客さん側としたらそうだと思います。僕はショップに関しては自分がやらないからお客さん側です、どちらかというと。そうすると見本だけあって、これくださいって箱から出してくれた方が今は親切。かなり接客状況っていうのは変わってきてますので、今一度、お店の従業員の方と相談していただいたり、もしくはそれらに関しての対談なんかも、Zoom もしくはここでとか、やってもいいかなと思っております。他に今日何か質問ありますか？明日はそのショップに出すまでの手入れ、会員オーナーさんがやらなければいけない手入れ、このショップは受けた時にどのような対応をして洗っていくかっていう見本のとして の、の一例ですね。全部こうしなさいってわけじゃないです。この方が自分はいいと思います。それを、明日、やりたいと思います。何かご質問があったら。この中にショップ関係の方いらっしゃいますか？自分でグルーミングサロンないショップをやってるって方いらっしゃいますか？オーナーさんばっかりか。あ、オーナーさん、はいはい。ショップの方はいないですね。ショップをやってる人はいないですかね。明日、時間はちょっとまだ今のところ分かりませんが、何かしらの告知はしていきたいと思います。では今日はこれで、ちょっと今日哺乳と、自分の仕事、犬のこといっぱい連チャンでやらなきゃいけないので、セミナーなしの、セミナーじゃなく一気に仕上げていくのをやらなきゃいけないので、あ、それはやってますが物販はしてません。はい。あ、物販してないとこ多いですよね。自分もあまり今だったらネットで買えるかなと思いますが、中にはすごいやってるとこもあるので、ただサロンやっててもやってましたら、犬の受け渡しは、今までと受け渡しもだし、洗い方の順番っていうのも変わると思います。明日それはやってみます。やっていきます。他にありますか？あ、哺乳、あ、哺乳もうね、ほぼ何も手を加えないでもう自分たちで飲めるようになってきました。ただ心配なので、体重を3時間おきに測って、足りなければ哺乳ちょっと手伝ってあげるって、3匹3匹なので、それはしてあげてます。まあ毎日見てて、あ、赤ちゃんのアップ見たいですって、やっぱり お母さんにもストレスかかるので、まだこんなちっちゃい目の開いてないような子、見せても時間ちょっと話しただけでも怒るぐらいだから、そういうのはしないですね。全身毛玉の子を受けるか悩んでます。ああ、全身毛玉の子が来た場合ですね、自分だったらそれは別室でやるしかないなと思いますね。まず丸刈りで OK かどうか聞いたら、皮一枚剥ぐようにハグみたいな子でしたら、それは時間、他の犬がいない時間に、この日のこの時間に来てくださいって
特別料金になりますっていうことで受けるような感じですよね。もうそういう子が来る時代ではない。そういうもしそれが多いようだったら自分のお店の内容も考えないといけないですね。そこでね、お店の携帯って、まあこんなって言ったらあれですけど、お店の携帯ってあって、その来てる犬のグルーミングの内容によって自分のお店のレベルが出てくるじゃないですか。お客さんとお店って、ショップってそうですけど、そういうこのレベルのが多いっていうと自分の店のランクが決まってきちゃうので、いろんなこういう時期を迎えて切り替えていくことも一つの、たまに、はい、たまに来た場合はやっぱりまずは手入れを最初推奨することと、クリッパーでここ全部取っていいかっていうのと、それは特別時間で、言うっていうのは、新規の子、そういう対応をするっていうのはすごい逆にいいことじゃないかと思います。今までのお客さんのところにいるところにその子を先にクリップ、それはどうしても洗ったら大変なので、ただ一つの案としては、自分は、洗って濡らしながらクリッパー入れたこともあります。日本のクリッパーいけるかな、オースターだったらいけたけど、非常に滑りいいので逆に入りやすかったんですけど、丸刈りでしたけど、その代わりクリッパーの種類を選べばいいかなと思いますけど、まあそんなところですね。じゃあ明日、丸刈りだったら、洗って一度シャンプー洗ってからクリッパー入れるっていけるんですよね。その逆に入りやすいんですけど、ただクリッパーの種類にもよりますね。グリッピーズをかけるのとちょっと近い感覚ですね。スピーディックは僕ね、あんま使ったことないんで分かんないんですよね。昔に、今から30年ぐらい前に使ったことあるぐらい、すぐやめちゃいました使うの。ただバラせるので、それやった場合に一回全部拭いて、オイルさしてやり直せば OK のような気がしますけど、乾かして。オーストの場合は洗浄があるので、その中につけちゃってちょっと置いといて、それから取り出して、洗浄のこういうのがあるので、その中に全部歯ごとつけちゃって取り上げて、乾かすと、もう全然濡れたのやっても平気です。ウォールはやったことないですね、まだ。っていうかそういうのが最近ないので、じゃあ明日それに向けて、やっていきたいと思いますので、今日はこれで終わりにします。